アキアンの真面目な話。ですね、昨日ですね、YouTube チャンネルのですね、占い師ケンケンという名前の YouTube チャンネルですね。そこでですね、岡田由紀子さん、扱っていただいてね、ありがとうございます。どうもどうも、本当に。ありがとうございます。ね、もともとね、当然、才能があったんやと思います。けども、名門のね、高校を入学したりとですね、オーディション番組とかでね、掛け持ちしたりとか、いろんなしてね、勉学も励まれたそうです。でね、高校入ってからもね、デビューしてからもですね、スターに手数いてというか、スターダムにね、駆け上った感じですよね。秋はね、すいません。そんなね、岡田由紀子さんのことね、語れるほどね、リアルタイムでは知らないんですよ。もう3歳ぐらいの時やったから。ほとんどね、記憶にございません。やけども、過去にそういうことがあったということでね、それもね、才能はあったとしても、やっぱりこう、努力で勝ち取ってこられたんやと思います。はい。いろんなね、理由はありますけども、なぜ芸能界に憧れたのかとか、いろいろあるとは思うんですけどもね。ということで、占い師ケンケンさんね、YouTube チャンネルね、岡田由紀子さんのことね、語っていただいてね、ありがとうございます。はい。アキアンさんね、もう話終わってもたやないの。え？結局さ、話しようが、炎上する話しようがね、結局はね、金ないことには変わりないやないの。何を言うて。